日本時間11月15日、米スポーツ専門チャンネル ESPN の看板記者として知られるジェフ・パスさんは、今オフの移籍市場に関する特集記事を公開した。その中でエンゼルスから FA となった大谷翔平にも言及。大谷翔平がどこかのチームと契約するまで、大谷翔平の FA に関して多くを知ることはないだろう。いや、現在の報道は推測に過ぎない。と述べ、大谷翔平が FA 市場で望むものや希望する条件については、契約成立まで明らかにならないのではないか、との見解を示した。パッサン記者が関係者から得た情報によると、大谷翔平争奪戦は比較的早期に決着する可能性があるという。関係者の間では、現地時間12月4から7日に行われるウィンターミーティングよりも前に大谷翔平がどこかのチームと契約を結ぶと考えられているようだ。パッサン記者は、どこかのチームが大谷翔平と面会したことが報じられると、そのチームにとって不利になると指摘。大谷翔平が望むものに関してほとんど情報がない中で、あるチームと交渉を行ったという報道は、他球団に情報を与えることになってしまうということだろう。また、不用意に球団外部に情報を流すことは大谷翔平サイドに不信感を与えることにもなりかねない。それを踏まえ、パッサン記者は、各チームは限られた狭い範囲の中で動くことになるだろう、と大谷翔平争奪戦の行方を予想した。また、ドジャース移籍が最有力とされる現在の報道については、推測に過ぎないと言及。確かに、経済的な条件、地理的な条件、そして11年連続でポストシーズンに進出しているチーム状況などから、第三者の目線ではドジャースが全ての条件を兼ね備えているように見える。しかし、大谷翔平サイドの希望条件がほとんど明らかになっていない以上、ドジャースが大谷翔平の希望にマッチしているなど誰も判断できないはずだ。パッサン記者は、最終的には大谷翔平自身の優先順位次第だろうと結論付けた。もし預金が欲しいならば、メッツのスティーブ・コーエンオーナー以上にお金を払える人はいない。日本とのつながりや日本での反響を重視するならば、マリナーズとイチロー以上のものはないだろう。ただし、マリナーズが大谷翔平に最高額をオファーする可能性は低い。そして、快適さを求めるのであれば、やりたいようにやらせてくれたエンゼルスに戻ればいいだけだ、とパッサン記者。結局のところ、大谷翔平が望むものは契約成立まで見えてこない可能性が高そうだ。ドジャースは大谷翔平に788億円の条件提示。メジャー年俸高騰の裏に経営環境の劇的改善、鈴村雄介。2023年の大リーグはレンジャーズのワールドシリーズ初制覇で幕を下ろした。次に待つ大きな話題は FA 選手の移籍交渉である。今年の FA 市場の最大の関心事は大谷翔平、エンゼルスから FA の動向だ。エンゼルス以外にも投打のいずれでも起用する球団があるのか？ある場合には、どのような規模の契約となるのか。さらに投打のいずれかを選ぶことを希望する球団ばかりの場合、エンゼルスに残留するのか、など、関係者の大きな注目を集めている。ドジャースが10年5億2000万ドル、約788億円、という条件で大谷翔平との契約を目指しているとも言われており、改めて大リーグの契約規模の大きさが示された形だ。このような高額の契約が取り沙汰されるのも大リーグが年俸総額制を採用していないことが一因である。だが、どれほど獲得したい選手であっても、各球団が支払える金額の高に応じて契約が決まるというあり方が大リーグの一般的な球団経営である。そのため、経営者たちが高額な契約に耐えうるだけの資金力を備えなければ、たとえ選手側が要求しても満足のいく回答は得られない。贅沢税の支払い以上のメリット。大リーグでは毎年、所定の年俸総額を超えると、その超過金額に応じて追加の負担金が課せられる、贅沢税の制度がある。しかし、贅沢税の支払いよりも有力選手の獲得がもたらす経営上の利点の方が大きいと判断されれば、各球団は躊躇なく選手を入団させる。加えて、球場の債務返済分を控除した後の30球団の収入が22年に過去最高の103億ドル、約1兆5600億円を達成するなど、大リーグを取り巻く経営環境の良好さは見逃すことができない。
コロナ禍の影響を受けた無観客での公式戦の実施、20年や観客数の制限、21年を考えれば、種々の制約なしに観客を受け入れられた22年に入場券販売やスイートやクラブシートなどのいわゆるプレミアム座席の売り上げが大幅な伸びを実現した。そして、今季は17年以来6年ぶりに大リーグ全体の来場者数が7000万人台に回復するなど、各球団の経営陣にとっては選手の補強により一層の資金を投入するための原資に厚みが増す条件が整っている。このように、近年ますます進む大リーグの年俸高騰は、経営者たちの置かれた状況の良さが大きく影響しているのである。